しくじり先生俺みたいになるな。で、ドラマ全裸監督で話題となったセクシー美。デオ監督、村西徹のしくじりが紹介された。これまで、偉人の生涯から教訓を学ぶ企画しくじり偉人。伝を多々紹介してきた当番組。今回はセクシー。ビデオ業界の偉人ならぬ偉人、村西徹。について授業。オードリーの春日俊明が先生として登壇し、担任役に同じくオードリーの若林正康、生徒役に平成のぶしこぶしの吉村崇、ハライチの沢、武勇、アルコ&ピース、AKB48 の横山結衣、モデルでタレントの吉崎彩らが出演。ABEMATV では地上波未公開シーンを含めた完全版が放送された。型破りな演出や撮影方法でセクシービデオを制作していた村西。その勢いは止まらず、ハワイの上空で撮影するという規格外な演出を思いつく。しかし、ハワイでの撮影中、突然マシンガンを持った FBI と警官隊が撮影現場に突入し、床に寝転され、後ろ手に手錠をか、蹴られてしまった。村西は当時のことを強盗に入られたと思ったと語っている。実は村西は、以前もアメリカ本土で過激な撮影をしており、FBI にマークされていた。15名のスタッフは1人当たり懲役20年の求刑を受け、村西本人はスタッフの罪を主導した罪で懲役370年の求刑をされてしまう。アメリカでは一件につき別踊り死に罪が加算されるため、このような求刑になることも珍しくない。村西を救うべく、日本にいたスタッフは奔走し、弁護費用5000万円、罰金2800万円、捕まっていたスタッフの費用2000万円、合計1億円を用意した。こうして、村西は保釈され、日本に帰ることができたのだった。この村西のしくじりエピソードから、春日は常識外なる場所で常識外のことをしてはいけないと教訓を紹介。前科7犯、借金50億円、懲役370年求刑と破天荒すぎる人生を送っている村西は、ものづくりに励むすべての人々へ以下のメッセージを寄せている。誰もやっていないことをすると大変な苦労とたくさんの批判が起こる。もしみなさんが諦めかけたその時、この言葉を思い出してくださいと言い、続けて死んでしまいたい時には下を見ろ。俺がいる。映画 M 村西徹狂熱の日々より米印。配給、東映ビデオ、しくじり先生俺みたいになるな。より。